ント07、1回戦、クレイジー林 VS 小宮山大輔。さあ、この2人の戦い、第1ラウンドは開始されました。先ほどの1回戦、衝撃の KO を飾った池井裕介と、昨年のデッドアライブトーナメント第2リザーブマッチで戦ったのが小宮山だったんですね。そうですね、まあ、暫定優勝歴43回とですね、素晴らしい実績を引っ提げて、デビュー戦だったわけなんですけども、本当に手痛いあのプロ の, あの厳しさを味わわされましたのでね。1ラウンド KO 撃、はい、しかしそれがいい薬になったと、それがあったから今があるというコメントありましたね。そうですね、あのその後は本当連勝街道ですからね、はいはい、4勝1敗、2つの KO 勝利があります、蹴りという面、やはり小宮山はクローズアップはされていますけれども、その突きも強烈ですよね、はい、そうですね、どちらかというとライブのリングでは、はい、まあ、パンチの強さというのは目立ってますよね、まあ、攻撃力というものに関しては2人とも本当に抜群のものを持ってますので、はい、本当どちらが倒れるような試合になると思うんですけどね。前回のサバイバルマッチで勝利を掴んだのが小宮山、そして左のジャブ、左のジャブ、はい、いやいや、林のプロフィール紹介する前に KO 撃が起きてしまった。熊久保さん、またかの林、そうですね、まさに狂乱の拳、強烈でしたね。いや、小宮山の池井へのリベンジ、はい、道を断つ形、主役は俺だと、クレイジー林です。